フローリン・ステッドハイマー、フローレン・ステッドハイマー、1871年8月29日から1944年5月11日は、アメリカ合衆国の画家、デザイナー、詩人、サロニエールであった。1920年代から1930年代にかけてニューヨークの美術界で注目される存在であった。ロチスターで、ドイツ系ユダヤ人の裕福な家に生まれた。 銀行家の父親は、フローリンダ5人の子供が成人する前に家庭を去った。フローリンダの兄弟は、母親とヨーロッパを旅し、フローリンは、イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、スイスで美術を学んだ後、3年間、ニューヨークの美術学校、アートスチューデンツリーグで学んだ。第1次世界大戦が始まった後から、母親と2人の姉妹とアメリカで暮らすようになり、 三人の姉妹は芸術的なサロンを開くようになり、前衛芸術家のマルセル・デュシャンやジョージア・オキーフ、作曲家のエド・ガー・バレーズ、写真家のエドワード・スタイケンやアドルフ・ド・メイヤー、美術評論家のマク・ブライドがステッドハイマー家のサロンを訪れた。ステッドハイマーはパーティーやビーチや庭園での遊びなど贅沢でモダンな生活を題材に独特のスタイルで描いた。 ブロードウェイの大聖堂というタイトルでニューヨークの街の風景を描き、高級デパートのヘンリベンデルのセールの様子も描かれた。ポップアートの先駆者と評価されることもあった。1916年にニューヨークの画廊で生涯唯一の展示会を行った。作品を売ることなく、作品は自らのスタジオと部屋に飾られた。年に作られたニューヨークの 独立芸術家協会の展覧会には毎年参加した。1934年にはバージル・トムソンとガートルード・スタインによるオペラ3幕の4人の成人の舞台や衣装をデザインした。1944年にニューヨークで亡くなった後、1949年に彼女の詩集が家族によって出版された。ありがとうございます。